バンドマークとビースの角度は750度。どうも藤井優段です。青井です。では自己紹介よろしくお願いします。パパ活女子をぶっ壊す長尾市一番バトンの根本涼介でございます。よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあ当主が立花さん。そうですね、僕翼の党という政党に所属しているんですが、そこの党首は黒川敦彦さんなんですけど、翼の党自体が N 国党の立花さんが主催しているシャワ党構想の中に入っているので、まあ、立花さんも党首でもあるという。そういう感じの、そういうシステム、ちょっと新しいシステムなんですよ。確かにいろんな党首がいるって感じです。ああ、そうなんですよ。子供未来党とかパチンコ党とかハゲ党とかもいろいろ。病人党とか。病人党。毎回見つけると思う。じゃあなんかざっくりその幼少期ぐらいからお聞きしていきたいんですけど、はい、幼少期ね、はい、ちっちゃい頃とかはナンパとかされてました？いや全然しなくて。でもナンパなんていうのも23の時にすごい出会いがあって始めた感じなので。でもね、ナンパ始める前の人生で一番モテてたのは幼少期でしたね。おー、ガキ大将みたいな感じでしたね。あ、保育園とかで小学校上がって、まあ、小学校6年生ぐらいまでもやっぱりその問題児みたいな感じで、まあ、勉強全然しないと。でもそっから普通の公立の中学校、まあ、本当に公立ですね。中学校の1年の終わりぐらいからお母さんが勉強していい点取ったら多分90点以上取ったら1000円あげるよみたいな、そんな感じのルールを設け出したんですよ。あ、マジでと。いや、お金欲しいんで、まあ、やり始めてるんですよね。はいはいはい。で、中2の最初のテストで学年5位とかになったんですよ。おー、結構すごい。いい高校狙えるんじゃないですか。あ、多分そこの頑張ってればいけると思う。あ、そうなの。定期テストしか興味なくて。あ、そうなの。だから模試とかも全然解けないみたいな感じでしたね。あー、はい。評定だけ、評定だけめっちゃ高い。あ、じゃあ推薦とか狙ってる。あ、僕推薦、結局推薦で行くんですけど、高校、その、で、中学で部活とかもあるじゃないですか。で、先輩後輩のあれが厳しくなるので、あんま問題とか起こさなくなる。あー、でも、つるんでるやつらはなんか問題児みたいな、タバコ吸っちゃうやつとか、服ビリビリに破いちゃうみたいな、そんなやつとすごい仲良かった。ヤンキーと仲いい優等生みたいな、そんな感じでした。あー、タバコ吸ったり、服ビリビリ。なんかもう喧嘩になった時。そんなお笑いみたいなもんですね。最初は推薦でしたっけ？最終的にそうですね、高校は推薦で行って。まあ、結構いいとこ行きました。いや、もう全然ですね。着地高校っていう、偏差値50ぐらいじゃないですか。そこでは結構やんちゃする感じ。いや、もうそこでは全然で。あ、全然。バスケがすごい強かったんですよ。で、バスケ部入って、で、まあ、めっちゃきつくて、で、割と勉強の下地はあったというか、定期テストで勉強すればできるので、普通に学年で一番とかだったんですよ。おぉ。しょっぱなから。まあ、模試とかも全然ダメで。寝てましたね。わかんないから寝る。あ、じゃあ、また推薦とかですか？大学は普通に受験で行くんですけど、そうなんですね。大学受験とか普通に超舐めてて、なんか東大行けんじゃねみたいな感じで、なんか全く情報を知らないみたいな。受験って何みたいな感じだったんで、予備校に行き始めて、方針かな、衛生予備校に行き始めて、東大とか東大とか、そんなの書いてて、難関物理みたいなにした方がいいんじゃないみたいなこと言われたんですけど、まあ見てみたら意味がわからないわけですよ。なんか無理ですね、みたいな。で、なんかスタンダードなカリキュラムを渡されて、僕普通に無理なんだなと思いましたね。で、志望校を首都大とかにしましたね。首都大とかにしてやっていたんですけども、全然もう定期テストで1位ぐらいのやつなんで、もしたらもう全然話にならないレベルだったんで、普通に首都大持ちて、芝浦に行きました。芝浦ぐらいです。芝浦しか分かんなくて、で、いや、もう普通に浪人して国公立行きたいっつって、打診したんですけど、いや、普通に現役で行けと、親に言われて、ムカつくので、負けず嫌いなので、大学院で東大行こうと思って、そういう感じでしたね。で、4年間は普通に勉強しましたね。電気工学科だったんですよ。で、まあ結構レポートとかもエグい学科で、まあ普通に勉強に追われてましたね。あ、じゃあ GPA とか高め3点中盤ぐらいですか。おぉ、すごい。ちなみに彼 GPA ゼロです。ゼロのやつがいましたね。前期で中退しましたね。消えますね。いや、うち結構消える率高い。で、留年率も高い。彼は消えてないんですよ。まだ消えてない。大学2年生のまま27までとどまってます。すごい。あれはすごい。その院の勉強もずっとしてたんですか？院の勉強でしたね。普通に学科の勉強もめっちゃ忙しかったんで、夏休みめっちゃ長いじゃないですか。その時でも普通に毎日やってましたよ。いや、めっちゃ真面目ですね。めっちゃ真面目。まあ、彼女はできるんですけどね。大学2年ぐらいの時に、その彼女はできるんですけど、僕、その AV をね、結構、まあ、いきなり、そっち系の話になるんですけど。急に AV の見過ぎでセックスいけなかったんですよ。でそういうのがあったんで恋愛も全くいい思いなかったです。それがナンパしに繋がるみたいなところ、それあるんですよ。ちなみに休学はされてるんでしたっけ？休学は大学院入ってそのナンパをするために休学してたんですよ。院は普通に受かりました。院は普通に受かったですね。東大と東大受かりました。すごい。お得やと思いますよ。だってインターンとかソニー行ったんですけど、ソニーなんて普通行けないですからね。しばらくフィルター突破するためにも結構かなりめちゃめちゃいいと思いますよ。理系だったら今東大院で
で、1年は普通に真面目って感じ。そうですね。いや、半年ですね。半年、はい、やっぱレベル高いじゃないですか。で、レベル高い人の中でも、GPA とか、東大の中でも 3.9 とか取ってる人とかは、マサチューセッツ工科大学とか、MIT とか、スタンフォードとか行ってるのを見て、あ、俺も行きたいってなって、なんか博士からでも行けるらしいぞっていうのを、セミナーで聞いて、じゃあ俺も博士からスタンフォード行っちゃおうと思って、勉強を始めるんですけど、研究を東大の中でもめちゃめちゃブチ切りでできなきゃいけないわけですよ。なおかつ、英語もめちゃめちゃ論文発表とか、国内のあれと国際のケースがあるんですよ。で、国際で発表した人はやっぱすごいよね、みたいになるんですけど、その国際のその発表をバンバンしてないと受かんないようなところなんですけど、まあ、いけっしょ、みたいな。じゃあ、もう内部生ぶち抜かんため。そうそう、そのためにやってたんですけど、まあでも、全然全然違いそうなんか、しばらくは東大なんで。で、頑張ってたんですけど、勉強とは別に自己啓発本とか結構読んだんですよ。で、その中にナンパの本があったんですね。だからレイジ・レイっていう人が書いたナンパの本があるんですけど、それを見た瞬間に、博士取ろうとか全部吹っ飛んでしまって、これは面白いぞ。本当にそのままナンパの掲示板にアクセスして師匠を探そうと思って探してたら、弁護士とお医者さんと付き合っていて、紐やってますと月300万ぐらいもらって生きてますみたいな人がいたんですよ。本当だよと思ったんですけど、で会ってみたんですよ。そしたら本当で面白くて、その人の話もちょっと惚れ込んでしまいまして、あ、こっちの方が絶対面白いと。でやっぱり恋愛もしてこなかったわけじゃないですか。大学生の時とかもいい思いをしてないわけですから、ちょっと恋愛もしとかんとなってなって、でもモテたいよねっていうのは、それを見てバーンってこうスイッチが入っちゃったみたいな、モテたいスイッチが入ったみたいな。だいぶ世界変わってます。だいぶ変わりました。それだけで。院ではどんな勉強をなさってたんですか。大学院では半導体をやってまして、回路設計をやっていて、まあ意味わかんなかったんですけど全然意味わかんなかった。そっからナンパを専攻し始めるって。あ、そんな感じですね。でも知りじゃん。勉強とナンパって通ずるんですか。通ずるとめっちゃありますね。そうなんです。やっぱり、ね、生徒のみんなも見てると、やっぱ高学歴のやつほど結果出すんですよ。あ、そうなんですか。努力の下地がありますよね、やっぱり高学歴の人間って。まあ受験というこのスーパー理不尽なスーパーレッド社も勝ち抜いた人間なんで何事もそうですけどね。やっぱ学歴高いやつは本当にコツコツやりましたね。まあそんな感じで、じゃあ院の1年の後半から、そう、1年の10月からナンパに思いっきり振り込みとするようになって、で最初の1ヶ月間ぐらいは東大で18時ぐらいまで研究やってから夜ナンパ行ってたんですけどまあ無理なんですよ。東大の研究室とナンパがもう温度差が半端ないわけですよ。いや全然切り替えられなくて、さすがの俺だけ無理で全然無理だ。だからもうやめちまえと思ったんですけど、よく調べたら休学っていう手があると、なんと学費もかからないということで、ちょっと親に行って、で親にはプログラミングを勉強して俺は起業するって言いました。全然違う。全然違うんやけど、ナンパで休学ってあんま聞かないですよね。ないですよ。まあでも俺の生徒でそういう人はいっぱいいますけど、やっぱり納得してもらえるわけがないので、二流したんでしたっけ。2年休学です。あ、休学。2級は別にじゃあ怒られずに普通に休学して、でも休学するって言ったらそれは怒ってましたね。あ、そうですね、結構厳しめ。厳しめっつうか、なんかもうプログラミングがわからないんですよ。あ、アホすぎて。東大行ったんだから数年行って卒業しろよっていう。でもまあ押し切ってね、出て行って師匠の借りてくれた家に住み込みでやることになって。具体的にじゃあナンパをするってなったらまずは何なんですかね。まずは本当声かけですよね。すいませんと、すごくタイプですみたいな感じのことを言えなきゃいけないわけですけど、全然無理で。それ無理なんですよ。だってもう23年間そういうノリじゃなく生きてきたんですよ。全然。だってもう師匠の前ではもうずっとチンコ出しなきゃいけなかったんで。え？いや師匠は超頭おかしい人で普通にボコボコにされてましたから。俺と師匠育ってきた環境も違ければキャラも全然違うわけだから、お前は常識が強すぎたぞと。だからとにかくもう1秒たりとも常識的なことを考えるなと言われて24時間非常識でいろって言われて、だから家の中で全部全裸でしたし、師匠の家の時とか1分に1回一発芸やるとか言われて無茶ぶりの無茶ぶりみたいな。外歩いてる時とかもう普通の服で歩いちゃいけないんですよ。だからナスとかバナナとかを被ってたんですね僕。で師匠もタダで教えてくれなくてですね、毎月15万払えって言われたんですよ。15万。でも無理じゃないですか。なんで僕は AV に入れて金稼ぎましたね。当時からもじゃあ AV 男優みたいな感じで。あ、そう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 。 AV 男優はもうすぐにパッてなれるんですか。なりますよ。顔出し OK ですとか言えばすぐ出してもらいます、でも普通に5000円くらいしかもらえないですけどね。1件はマジックミラー号とかで有名なとこなんですけどそこに出てましたね。事務所所属はしてないんですか。あ、所属はしてないです。エキストラみたいな。あー、そんな感じで。いや楽しかったっすよだって師匠と離れられるんですよ。あ、そっちが楽しい。めちゃくちゃ楽しかったっすね。5000円でも払えないですよね。あ、5000円払えないんで、だから売り線なんですよ。だから芸に体を売ってました。あ、そうなんですね。で、結構僕も筋トレとかしてたりとか、で、二重とかに整形とかしたりしてて、まあ、ルックスはまあ割と良かったので、普通に結構人気も出て、ランキング乗ったりとかしていて、まあ結構普通に毎日2、3時間しか出勤しないんですけど、まあ30万とか稼いだりとかしていて、まあ余裕で払えてましたね。まあ余裕でもないんですけど。半分ぐらい持っていかれますね。あ、そうそうそう。師匠。で、やっぱりその整形とかしたりとかしてて、そんな感じのもあるし、まあ基本的に全部リボ払いにしてやってました。それ、親には言えないですよね。言ってないです。でも、親に会いに行けって言われましたね。
あのナスかぶって会いに行ったりとか、まあめっちゃキレてるわけですよ。まあ休学しててで、まあプロダクトにやってんじゃないで、その格好で会いに来て、お前何なのみたいに言われて、今考えたら結構洗脳されてました。いや、されてましたよ、普通に。めちゃくちゃで、洗脳されに行ってました。その壊してほしかったんですよ。道でそのタイプな人に声もかけられない自分がすげえ嫌だったんですよ、ね、あ、そうなの、ね、そう、やっぱ日本の教育ってそういう出ると言うじゃないですけど、まあ、そういうのあるじゃないですか。小学生の時とかは、まあ、みんな個性があるんですけど、まあ、中学高校大学になってくるとこうみんなこう平均化されていくというか、教育ってこれ洗脳だよねと思って。だから洗脳されてるんだから、じゃあもう全く別の価値観の人間に洗脳もう一回してもらうしかねえじゃんと思ってたんですよ、ね、なんかすごい宗教派出家みたいな感じでした。完全に出家しに行ってました僕は。実際ナンパのスキルは上がるんですか？めちゃくちゃ上がりますね。でもそもそもイケメンが声をかければ連絡先聞けるんですよ、そんなもん。で別に顔はそんな悪くなかったんで僕、整形もしてたし、だから声さえかけられれば、で師匠が用意してくれたテンプレートを言えば LINE は聞けるんですよ。あ、そうすごいですね。全然聞けるんですよ。2年間ぐらいですかね、師匠と一緒にいたんですけど、1ヶ月で100人からしか連絡先聞けなかった。だいたい1日3人ぐらいからしか聞けなかったんですけど、最終的に1日で102人から聞けるようになりました。1日3しかできなかったやつが1日で102まで聞けるようになったんですよ。100人以上声かけるってことですか？もう1000人以上ですね。だって10人に1人聞ければいいもんなんで。18時間かかりましたけどね。そんで師匠にまあしごかれながら2年間過ごして、師匠から独立したタイミングがちょうど復学するか中退するかの2択やったんですよね。両で中退して、まあそれでは普通にツイッターで上げてましたよ。さようなら東京大学とか行って、その退学届を社名ってみたいなことやってましたね。それは中退を選んだ理由ってありますか？いや、普通に復学する理由がなかったんで。で、中退して、まあ2年間もう精神と棘の部屋だと思ってるんですよ。俺最強でしょぐらいな感じで、ツイッターはなんかね、8000人ぐらいなんかフォロワーがいたんですよ。そういうスーパークレイジーなことをやってたわけですよね。なんか親に会いに行ったりとか、それ全部ツイッターに上げてたんですよ。熱狂的なファンがもういっぱいいて、で、その状態でノートってあるじゃないですか。あれを書いたんですね。まあ、ナンパのノウハウですよね。で、それを書いたら、年商で2億円ぐらい売れました。師匠がすごかったんですか？じゃあ師匠はマジですごかったですね。まあ、多分一番すごいのは師匠についていった俺だと思いますね。何人も新規で生徒を呼んでたんですよ。でも、すぐ殴るから、みんな辞めちゃうんですよ。いや、確かに。で、俺しか残んなかったんですよ。じゃあ、メンタルはもう最強になった。最強になって帰ってきましたね。色みたいなもんですね。ああ、まあ、そうですね。色心じゃないんですか？収入って言うとどんぐらいだったんですか？まあ、BPS 大体50-60% だったんで、まあ、収入1億2000万ぐらいなんですかね。なんかで、夢ありますよね。で、そこで、まあ、中押しマインドっていう、概念ができて、俺のノートを読んだ人たちが、もう、ナンパをしまくるわけですよ。え、それって何年前だったんですか、ちなみに。2019年の7月に独立しているので、2019年7月から2020年の7月ぐらいまでの間ですね。ずっと大学2年生の時生。政治活動はじゃあどんな感じで始めたんですか？政治活動に関しては、その、まあ、2019年の冬ぐらいですね、コロナが出てきたので。そっから、いろいろこう、政治情勢がおかしいなと思ってたんですよ。で、いろいろ調べていったら、翼様と、今僕が所属してるとこなんですけど、そこにたどり着くと。結構稼いでたんで、税金をね、1500万ぐらい納めたんですよ。で、1500万お前これちゃんと使えよと思ったんですよ。で、税金の使い道とか調べるじゃないですか。まあ、だいたい20秒ぐらいでちゃんと使ってないことがわかるわけですよ。もう本当に、なんとかしたろうと思ってて、政治の勉強もしながら海外でナンパしたかったんですよ。だから英語と筋トレやっていたんですけど、やっぱコロナで行けなくなっちゃったんで。で、最近選挙に参加したんですか？そうです。11月ですよね。葛飾区で選挙出たんですけど、まあ負けたんですよ。で41位だったんですね。で40位で当選やったんですよ。めっちゃ惜しくて、で最低点マイナス2位。いや、ほんとそんな感じです。ワンチャンじゃ当選してましたね。してましたし、で2月まではまだ分かんなくて、不正が発覚したとかそういう場合は繰り上げ当選だったんですよ。で、まあ、2月まではワンチャンあるっていう感じ。補欠合格的な感じじゃないですかね。そうですね。で、それで2000万ぐらい使っちゃったんですよね。もろもろ込めて。で、僕手持ち1500万しかなくて、500万の借金を背負って、なおかつ41位で負けたんですよ。うわぁ。じゃあ、そのノートで稼いだお金ももう全部なくなりました。2秒やばいなと思ったんですけど、まあでも、そんな大したことないよねっていう。なぜなら、ここすごい大事なんですけど、ナンパができて、僕は1日102人の女性から連絡先を聞けるわけですよ。で、そのうちの 5% ぐらいは、お家まで行けるんですね。で、お家に住ませてくれるんですよ。つまり1日頑張れば5、6件物件が手に入るわけですね。もう生活保護もびっくりなシステムやなと僕思ってるので、それをちょっと世に今普及している段階で、それでお金を今稼いでいる感じでですね。じゃあ最後ですね。じゃあ大学中退した人とか、まあ、留年とか、なんか人生を変えたいみたいな人に対してアドバイスをお願いできたらと。僕ぶっちゃけその大学いらなくねとも変わってるんですけどね。勉強以外にやりたいことって絶対あると思っていて、勉強をちゃんとやりたい人ってマジ本当にそれこそガチの研究者とか
そこら辺の人だけじゃねと思ってるんで、まあ、結局その皆さんがその勉強しないといけないと思ってるのは中学校で高校とか経てその考え方になっているので、一回リセットして小学校時代の時何をしたかったんやろなっていうのを思い返したりとかして、学校の教育の洗脳いっぱい取っ払ってね、考えてみてほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この街の空に愛見つませこんな時代のそばに I'm really trusting you 代わりもいなくて I keep making my way となりて